ては世代交代対決。そういうことね。今日蹴っていくと。バックローいきなり来た。元 K1 ワールドグランプリスーパーライト級王者山崎秀明。13年間 K1 の第一線で戦い続けるミスター K1。まあ、どこの看板背負ってやってるかっていうのを、しっかりここで証明したいと思ってます。対するは、第6代ライズライト級王者原口健人。多彩な蹴りとパンチのコンビネーションで数々の強敵を粉砕してきたテクニシャン。これから背負っていくんだぞっていうこの存在覚悟を見てほしいですよね。K1 という団体がやっぱり、まあ、一番強くて、まあ、僕はこの65キロでまだまだ最強のつもりでいるので、もう完全に圧倒するような試合を、まあ、見せていきたいなとは思ってるところですね。はい。